こんにちは。アロマテラピースクール緑の扉のまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。今週の、サソリ座満月ピンクムーンの日にベランダではバラが一気に咲き始めました。ピンクムーンとはネイティブインディアンが春の花のイメージでつけた名前だそうですが、ベランダでもちょうどオールドローズのこちらのルイーズオーディエやイングリッシュローズのピンク色のエグランティーヌマサコなどが咲いていたので、ピンクムーンの月光浴になりました。バラは1867年に作出されたラフランスというバラを境に、その前に生まれたバラをオールドローズ、その後に生まれたバラをモダンローズと分類します。アロマテラピーで用いるローズの精油はオールドローズのロサ・ダマスセナやロサ・ケンテフォリアが主に用いられます。水蒸気蒸留法で抽出されたローズ・オットーや溶剤抽出法で抽出されたローズ・アブソリュートがあります。ローズの精油は 1kg 抽出するのにおよそ 4000kg のバラの花が必要と言われています。貴重な高価な精油です。ルイーズ・オディエはフランスで1851年に作出されましたので、オールドローズですね。オールドローズの良い香りのものがたくさんあるんですけれども、こちらのルイーズ・オーディエもダマスク香がします。オールドローズの中でもブルボンローズと分類されるもので、西洋のバラと東洋のバラが交配されて誕生した初期の系統の一つです。オールドローズは切り花にはあまり向いていなくて、切ってしまうと しばらくしおれてしまうんですね。ハラハラと散る姿もとても美しいんですけれども、ベランダだと他のお家に飛んでしまうので、お部屋の方に近づけて花が散る前に剪定しています。また先日ご紹介したマダムジュール・グラブローは1900年作出なのでモダンローズなんですけれども、モダンローズ特有の紅茶の缶を開けた時のようなティーの香りがします。このように花びらを乾かしてポプリにしたり、今とても良い香りがしてるんですけれども、お菓子に使ってみたり、このようにお紅茶に少し入れてみたりして楽しんでいます。こちらの香りの良いイングリッシュローズとは、イギリスのバラの育種家のデイビッド・オースチン氏が作り出したバラのブランドで、オールドローズが持つ丸みのある花姿に加えて花の咲き方にバリエーションがあり、四季咲き性のバラの良いところが集められたものです。イングリッシュローズについてはまた別の回でご紹介したいと思います。今日はオールドローズのルイーズ・オディエと一緒にお届けいたしました。今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。